皆さんこんにちは。いけばなめいめい塾主催の村上モンドです。Hello everyone, my name is Mondo. I'm an Ikebana artist and instructor living in Kyoto. 今回のいけばな分解術、いかがだったでしょうか？今回の作品は、私が自身の教室でお教えしている小原流いけばなの中で、色彩盛り花と呼ばれるものです。これは異なった色のお花を用い、色の対比、コントラストの美しさを表現します。また盛り花とは、水盤の中に剣山や花留めを置いて、花を盛るように生けていく方法です。これは小原流が最初に導入したと言われています。また小原流では特定の花材について、枝の長さ、刺す位置、角度、葉の枚数など美しく生けるための細かなルールを様式として規定しています。そこで今回は花菖蒲の様式に従って生けてみました。これを色彩盛り花、様式本位と呼んでいます。それではまた次回をお楽しみに。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。花はそれぞれ、人もそれぞれ、人生いろいろありますが、お花を楽しみながら過ごしていきましょう。 Love to live with flowers. Thank you for watching. ご視聴いただきましてありがとうございました。